ゲンは、何か上がるものは、これなら、脱出はできる。シュポン。プシュー。ブワー、うわえお、あいつらどこ行った？うわ、逃げられた。いいえ、追っ払ったのよ、私たちが。お、やってやったかお、そうだな。へへへへへ。ああ、やってやった、やってやった。うん。爆上げがガス欠だね。歌が頭の中でぐるぐる回ってる。おそらくあの音波の直撃を受けたからだろう。じゃあ自分たち、このままずっと爆下げってことですか。もう二度とブンブンジャーになれないってことですか。キラーロボのスピーカー、あの装置を破壊できれば音波の効果は消えるはず。現場？現場？ぷっ。これで邪魔者はいなくなりました。思う存分お暴れし、ギャソリンを集めてくるのです。はっ！テルテンナース！ブーン。ギャーソリンがご異様なら、この調達屋にお任せを。え？お前はブーンオレンジ？いやー、さすがサンシーターのお三方。爆上げを爆下げに逆転するとは、全く見事な作戦ですよ。え？おお。まあな。それほどでもね。それほどでもね。まあな。私、お三方に惚れました。これからはぜひとも、皆様のために働かせてくださいませ。ちょっとあんた、ブンブンジャーでしょ？いずれ、この星を支配するあなた方と組んだ方が、稼げる。そう思いましてね。いいだろう。あ、じゃあ、手始めに。何やってもらおうかな。はい。最新話まで全話見るなら、東映特撮ファンクラブ、テラサ、その後は、再現戦隊マサトシ前田へ。今日の放送をもう一度見るなら、アメバ、ティーバ、その後は、再現戦隊マサトシ前田で、チャンネル登録がおすすめだ！よろしくお願いします。前田でした。